SIM どうもシムです。はい、ということで本日何をやっていきたいかっていうと、まあ、最近ベストボディジャパンとかフィジークとかいろいろ筋肉の大会が増えてきてると思うんですよ。でやっぱこういう業界にいるとそういう人たちと関わることが多いんですけれども、やっぱ筋肉ある人ってかっこいいなと思ってっていうところでこんな商品買ってみました。はい、ということで腹筋ローラー実際に買ってみました。で、実際この腹筋ローラー、サヤマグレッツさんという方が使ってまして、その方がヘイパーナイフをつけてくださっていて、まあ、それが YouTube に当たっていて、でちょっと自分もその人の動画見てみようと思って見ていたら、この腹筋ローラーを使ってたんですね。で、この腹筋ローラーでちょっと腹筋鍛えたいなって思ったので、まずは何回できるかやってみまして、でその後ちょっと面白いなと思ったのが、ハイパーウェーブっていう EMS の機械があるんですけれども、その機械を使って実際に運動してみて、で、1ヶ月ぐらい経っただけですかね。で、実際腹筋ローラーやったら、どのぐらいできるように成長してるのかっていうのを、動画でも見ていきたいなと思いますので、またそういった企画もやらせていただきますので、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。それではじゃあ、腹筋ローラーやっていきます。はい、ということで、実際に腹筋ローラーやっていきたいと思います。ちょっと初めてなんで、やり方間違ってるかもしれないんですけど、何回できるかっていうのをやっていきたいと思います。で、ちょっと初心者なんで、立ってやるの難しいなっていうところで膝つきながらちょっとやらせていただきたいと思います。じゃあちょっと何回できるかやってみます。これ全部伸びるかな。きつっ。1回これ全部伸びるんですかね。きつっ。2回。あ、でも意外とここまでだったらいけますね。ちょっときつかったです。最近運動してない分、まあ全然できないっていうことで、限界が3回ですかね。2回ですかね。ということで、普段運動しない人は大体2回くらいしかできないということになりました。はい、ということで実際やったら2回しかできなかったっていう結果だったんですけれども、まあこれ1ヶ月ちょっとハイパーウェーブっていうのをどのぐらいですかね、1週間に2から3回かけてみて、でどのぐらいこの腹筋ローラーができるようになったのかっていうのを実際皆さんにお届けしたいなって思ってますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。